山彦賞ということでね、盛岡の12レース、 M2 のね、格付けになっています。3歳のダート 1800m の競争、こちらの予想をしていきたいと思います。まあ、今回は、まあ、盛岡のね、3歳王者龍の信玄が出てこないんで、まあ、ナンバー2決定戦と言ってもいいようなメンバーになりました。まあ、そしてダービーからは1ハロンの距離短縮というあたりで、まあ、こんな感じの予想にしてみました。まあ、軸は3番のゴールデンヒーラー、まあ、牝馬のトップですね。まあ、龍の信玄以外にはそんなに大きく負けてこなかったんですが、ダービーでちょっと負けちゃった。ただ、まあ、ダイヤモンドカップで2着に来ているように、まあ、マイルではね、そんだけ来ているように、まあ、距離短縮ならこの馬中心でもいいんじゃないかなということで、軸でいきたいと思います。まあ、そして2番浩二君、まあ、JRA でも勝ち上がって、まあ、1勝クラスで苦戦して、まあ、地方へ転出してきた馬です。まあ、岩手の重賞クラス相手にどこまでいけるかなんですが、まあ、転入初戦は勝ってるだけにね、そこそこ期待をしてもいいかなということで、紐に票入れておきたいと思います。まあ、そして4番グランフォロミー、まあ、ダービー東北優駿の2着馬ですね。まあ、金牌でも龍の信玄と頭差というようなレースもありましたし、ボバのナンバー2はこの馬と言ってもいいんじゃないでしょうか。紐には入れておきたいと思います。そして5番サンエーマジック、東北優秀の3着馬、まあ、重賞はね、まだ未勝利なんですけどね、まあ、でも上位にはね、安定してきてますし、そろそろ重賞初勝利というのも期待していいと思います。まあ、そして7番白神ロード、まあ、東北優秀の7着馬、ダイヤモンドカップ4着に来ているように、まあ、そこそここの路線上位の実績はあるんですね。まあ、今回なんとかね、まあ、距離短縮で巻き返しを期待したいなというところにはなってくると思います。まあ、そんなわけで今回ね、こういった形で地方競馬の方やってみましたが、まあ、ぜひチャンネル登録の方もこちらよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。